平野翔が再び黒崎に挑む。クロサギ続編で描かれる新たな詐欺戦略とは、クロサギ続編で増田智久がスペシャルゲスト。視聴者が期待する化学反応とは、クロサギの続編が制作されるというニュースは、ドラマファンにとってはまさに待望の瞬間です。特に、平野翔さんが再び黒崎役に戻る可能性が高まる中、視聴者の期待はますます高まっています。だが、 単なる続編としての期待だけではなく、新たな物語がどのように展開し、どのような社会的テーマや倫理的問題が浮かび上がるのかも注目されています。クロサギ2022が放送された際、その最後のシーンで示された、黒崎の旅は続くというメッセージが、続編への期待を一気に引き上げました。しかし、続編の可能性が示唆されながらも、平野さんがジャニーズ事務所を退所したことで、 続編制作への道のりが一筋縄ではいかないことが予想されました。それでも、TBS が新たに立ち上げた制作会社が20億円もの予算をかけて新スタジオを建設し、2024年冬に向けて放送が進められるとの報道がファンの期待をさらに膨らませています。今回の続編では、初代「クロサギ」の主演を務めた山下智久さんがスペシャルゲストとして登場する可能性もあり、これが実現すれば、 クロサギの世界観がさらに深ままることは間違いありませんファンは、平野さんの演技が再び見られることを期待すると同時に、山下さんとの共演によってどのような化学反応が生まれるのかを楽しみにしていることでしょう。特に、平野さんがこれまでに見せてきた演技力には、ドラマファンのみならず、多くの業界関係者も一目を置いています。その評価は、単に若手俳優としての枠を超え、 同じ役を演じた先輩俳優をもしのぐほどの存在感を持つと言われています。石井康晴監督からも、平野翔は最高最強のエンターテイナーだ、と称賛され、その才能は多くの場面で発揮されてきました。彼が新たに挑む、クロサギでの演技がどのような形で進化するのか、その一挙手一投足が注目されています。続編では、新たなキャラクターや物語の展開が予想され、 これが物語にどのような新鮮さをもたらすのかも見逃せません。例えば、黒崎が対峙する新たな敵や、彼と共に戦う仲間たちの存在が物語を一層複雑にし、視聴者を物語の深みに引き込むことでしょう。現代社会において、詐欺の手口がますます巧妙化している中で、黒崎がどのようにその技術を進化させ、戦略を立て直すのかが焦点となります。新たな詐欺の手口や、 それに対する黒崎の対策は、視聴者にとってリアリティを感じさせる要素となるでしょう。ドラマが現実世界とのリンクを強めることで、視聴者は物語に一層の親近感を抱くことができるでしょう。さらに、視聴者の期待に応えるため、制作側がどのような新しい要素を取り入れるかも重要なポイントです。例えば、現代の視聴者は物語の展開だけでなく、その背後にあるメッセージやテーマにも敏感です。 クロサギの続編が、現代社会における詐欺の問題をどのように描き出し、その解決策をどのように提示するのかが、視聴者の共感を呼ぶかどうかを決定づける要因となるでしょう。例えば、近年の詐欺手口が高度化している中で、クロサギが新たに直面する挑戦や困難は、視聴者にとっても身近な問題として映るかもしれません。また、詐欺という犯罪行為に対する倫理的なジレンマや、 それれにににに対するるるる黒崎のの葛藤がが描かれることででで物語に深みが増しし視聴者は彼の行動に一層共感できるようになるでしょうなょ物語が進行する中で、黒崎の過去や彼が抱える内面の葛藤がさらに掘り下げられることで、彼の人間性がより一層浮き彫りにされます。これにより、視聴者は黒崎というキャラクターを単なる復讐者としてではなく、複雑な感情や背景を持つ人間として理解し、 共感するることができるできしょうまた、クロサギと新たな登場人物との関係性や対立が物語にどのような影響を与えるのかも視聴者にとって興味深い要素となるでしょう。新たなライバルや盟友の登場は物語の展開に新たな息吹をもたらし視聴者を飽きさせないダイナミックな展開が期待されます。また、クロサギの続編が描く社会的テーマが 現代のの視聴者にどのような影響を与えるかも注目されています例えば、現代社会における詐欺の進化や、それに対する法的な対応策がドラマの中でどのように描かれるのか、また、詐欺を取り巻く倫理的な問題がどのように提示され、視聴者に考えさせる要素として機能するのかが、物語の深みを増す要素となるでしょう。現代社会の複雑な問題を反映することで、視聴者は、 クロサギの物語に一層のリアリティを感じることができるでしょう。このように、クロサギの続編が視聴者にどのような新たな視点を提供し、彼らの期待に応えるのかが重要です。視聴者は単なるエンターテインメントとしてではなく、物語を通じて現代社会の問題に対する洞察を得ることを求めています。そのため、制作側がどのような新しい要素を取り入れ、物語に深みを持たせるかが、 ドラマの成功を左右するる要因となるでしょうまた SNS やファンコミュニティを通じて寄せられる意見や希望を取り入れることで視聴者との一体感を高めることができますこれにより制作側は視聴者の期待に応えると同時に新たなファン層を開拓することができるでしょうクロサギの続編が放送される日が近づくにつれ視聴者の期待も高まる一方です 物語の展開や新キャラクターの登場、平野翔さんの再演技など、楽しみな要素が盛りだくさんです。今後も最新情報を追いかけ、視聴者とともにこの興奮を共有していきたいと思います。果たして、今回の続編ではどのような新たな詐欺が描かれるのでしょうか。黒崎の旅はどこへ続くのか。その答えを見つけるために、今後の情報を見逃さずに追いかけましょう。最後に 皆さんの感想や期待、そして、クロサギに関する思い出をぜひ共有してください。この壮大な物語の続きがどのように展開するのか、一緒に楽しみに待ちましょう。クロサギの続編に対する期待は、単に物語の続きが見たいというだけではありません。視聴者は、平野翔さんが再びクロサギ役を演じることで、彼の演技がどのように進化しているのか、 またその演技を通じて新たに何を感じ取れるのかにも関心を寄せています。特に、彼の表現力や感情の描写がどのように深まっているかが注目されています。彼が黒崎としての葛藤や苦悩、そして決断をどのように演じるかが、視聴者にとっては大きな見どころとなるでしょう。また、黒崎の人物像がさらに掘り下げられることで、彼の内面世界や過去の出来事がより詳しく描かれることも期待されています。 黒崎が詐欺師としての道を歩むきっかけとなった背景や、彼が抱える孤独感や葛藤が、物語にさらなる深みを与えるでしょう。こうした背景が明らかになることで、視聴者は黒崎というキャラクターをより深く理解し、彼の行動や選択に対して一層の共感を抱くことができるようになるでしょう。加えて、続編では新たな敵やライバルが登場する可能性もあり、これが物語にどのような影響を与えるのかも見逃せません。 新たな敵の登場は、黒崎にとって新たな挑戦を意味します。そして、その挑戦が彼にどのような変化をもたらすのか、またその過程で彼がどのように成長するのかが、視聴者にとっては興味深い点となるでしょう。特に、現代の詐欺手口がますます巧妙化している中で、黒崎がその新しい手口にどう立ち向かうのかが、視聴者を引きつける要素となるでしょう。さらに、 黒崎が新たにに出会うキャラクターととの関係性も、物語を一層豊かにすす。る要素となります新たな仲間や敵との出会いが黒崎の行動や決断にどのような影響を与えるのかそして彼が彼らとの関係をどのように築いていくのかが物語の進行において重要なポイントとなるでしょうこれにより物語の展開が一層複雑化し視聴者は物語に深く没入することができるでしょう 続編では、黒崎の物語がどのように発展していくのかが最も重要な要素となります。彼が詐欺師としてのスキルをどのように磨き、どのようにして新たな詐欺の手口に対抗するのか、また、彼の行動がどのように現代社会の問題を反映しているのかが、視聴者にとって大きな関心事となるでしょう。特に、詐欺という犯罪行為に対する倫理的な問題や、 それれにに伴うう社会的な影響ががどののように描かれるのかる物語に一層の深みを与える要素となります。視聴者は単なるエンターテインメントとしてではなく、物語を通じて社会の問題に対する洞察を得ることを期待しています。このように、クロサギの続編は単なる続編ではなく、新たな物語として、視聴者に深い印象を与えることが期待されています。物語の展開やキャラクターの描写、 そして社会的テーマがどのように絡み合い視聴者にどのようなメッセージを伝えるのかがこのドラマの成功を決定づける要因となるでしょう視聴者の期待は高く続編が放送される日を心待ちにしていることは間違いありませんそしてその期待に応えるために制作側がどのような工夫を凝らし物語を一層豊かにするのかが今後の注目点となるでしょう 平野翔さんが再び黒崎として戻ってくることが確定した場合その演技がどのように視聴者に響くのかそして彼が新たにどのような一面を見せるのかがドラマの最大の魅力となるでしょうまた彼の演技を通じて描かれる黒崎の成長や変化が視聴者にとって新たな感動を呼び起こすことでしょうその一方で物語が描く社会的テーマが視聴者にどのような影響を与えるのかも注目されます 続編が視聴者に新たな視点や洞察を提供することで「クロサギ」という物語がさらに深くそして永続的な印象を残すことが期待されています。